それでは表題の論文について長岡技術科学大学の勝田が紹介します。今回は、表題にもあるように、分散表現の改善を、KPCA というものを用いて、行ったというものになります。で、モルフォロジカルインフォメーションというのは、あらかじめ、PCA を用いて、単語類似度行列というのを作ることで、分散表現を強化しようというような手法です。で、英語とドイツ語で評価をしていて、実際にそれ、従来のモデルよりもいい精度を達成して、かつ、トレーニングデータとか学習時間というのも減らすことができているというような内容になります。で、まずワードエンベディングで、今回実験でも使うんですけど、ワード2デックのスキップグラムやファストテキストっていうのが、一般的にはよく使われていると。で、ファストテキストが、そういうサブワードを低頻度語でも改善できるっていうようなもので提案されているんですけど、やっぱりそれでも新しい単語っていうのを全ていい感じに生成してくれるわけではないというようなことで、もっとうまくするような機能っていうのを提案しようっていうのが、この論文のモチベーションになります。で、まず単語の類似度行列っていうのを、KPCA を用いて計算するんですけど、5以内の、文字列の類似度を計算して、それを行列として生成します。で、単語とサブワード、ファストテキストの方では、サブワードも考慮してやるので、単語とサブワードで、まず、類似度を計算して行列を作って、それをその、分散ワードエンベディング学習するモデルの初期値として、埋め込んでやります。で、文字列の類似度を計算するんで、それでと、接字や、音一般的な、モルフォロジカルな、情報というのが、共有できるはずだというような内容です。で、実語以内の単語全部を考慮するっていうのが、とりあえずはまず、語以内の単語を W で、文字列の類似度を計算するのを S として、カーネル関数、非線形のカーネル関数を この記号のでおくと、純粋に類似度で単語間の類似度を取って、それをカーネルに入れるというような、式になるんですけど、それで単語類似度行列を作ります。で、実際にこれで作ると、列系の行列のその列の部分を取り出すと、V 次元の表現になっているということで、その各単語ごとに、V 次元の単語の特徴空間が得られているはずということで、その後に PCA を用いて単語ベクトルを、低次元に投影させます。で、実際やるときは最も高い固有値を、D コを持ってきて、それで固有値が高いものから順に、D コを使うというような形です。で、実際にエンベディングをモデルに適用するときに、語彙数全部を計算するとさすがに計算量が圧迫してしまうので、頻度で高頻度のものを 何個かに区切って、計算します。で、アウトオブボキャブラリーになってしまうものは、そこからそれは、後でそのカーネルを用いて、単語ベクトルを生成するというような形にで、実際に、単語のベクトルを作って後段のモデルの埋め込みに使います。で、実際に、今回さまざまなサイズのデータセットで、トレーニングして評価をするんですけど、使うのは英語で、それぞれサイズの異なる3つのデータと、あとジャーマンのデータを1つ使って評価をしています。で、単語で間のセマンティックおよび構文の類似度っていうのを、類推タスクとして解くものや
分類のタスクに実際にその分散表現の埋め込みを使って、まあ、処理精度がどう上がるかどうかっていうのをまあ評価として しています。で、まあ、実際に、まあ、大きなデータセットだと、まあ、もともと KPCA 使わなくても、まあ、ある程度答えることができていて、まあ、そんなに精度に差があるわけではないっていうような結果にはなっているんですけど、そのデータセットが小さい方だと、まあ、今回の提案手法っていうのがその従来のものよりも上回っている、かつ、まあ、エポック数が少なくても、まあ、ある程度の数値を出しているっていうことで、まあ、学習時間も、まあ、作成できているだろうというようなことが示されています。はい。で、まあ、単語埋め込みを実際に、まあ、今回はシンプルな CNN で分類する、まあ、エンベディング層をに、まあ、使って、まあ、固定して学習させるんですけど、まあ、実際に、まあ、今回の提案手法を用いると、まあ、若干ですけど、まあ、精度が上がって、精度が上がっているというような結果が得られています。まあ、ということで今回 KPCA を用いた単語埋め込みの改善手法の提案をしています。で、まあ、実際に、まあ、単語のシミュラリティや、アナロジーの、まあ、改善が見られたり、データセットやエポック数が少なくても、まあ、学習が可能であるということが、まあ、示されています。はい、以上で発表を終わります。